Hola a todos, chavales. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a jugar a Digimon Story Side Slot. ¡Vamos allá!
で起きたあれだし、リアルでどうこうなるあれじゃないよね。けどあの子たち大丈夫かな。嘘、覚えてない？こんな白状も。ほら、私をかばってくれたデジモンたちだよ。ちょっと心配だな。あの子たちがいなかったらきっと今頃。はあ、なんか私ってば子供の頃からああなんだよね。大事な時になるといつもビビっちゃうっていうか、頭が真っ白になって動けなくなっちゃうみたいな。君にも嫌な思いさせちゃったかな。本当ごめん。あ、それはそうと、君もショッピングなう？悪いかもわかんないけど、なんだかすごい思い切ったんだなって。
あれから会ってないんだ。やだな、気まずいな。こういう時はジミケンの新曲でも聴いて悪魔的になろう、ろう人形になろう。挨拶回りは済んだようだな。かなり個性の強い面々だが、さて次は町に出てもらうぞ。反電脳体の君は現実世界に完璧に溶け込めるかどうか。順応的新宿で聞き込みをしてきたまえ。君のことが噂になっているかもしれない。何せあの姿を目撃されたのだからな。その間私は私の仕事を片付けさせてもらう。又吉刑事にも調査結果を報告しておかないといけないのでね。それと一つ重要なことを伝えそびれていた。君の母親のことだ。親御さんが仕事で長期海外出張しているのは不幸中の幸いだった。君が倒れたと聞いて帰国しようとしていたところを間一髪すぐに退院すると連絡して引き止めておいた。君からも連絡して安心させてあげたまえ。親御さんの様子はどうだったかな。問題なさそうだな。安心したようで何よりだ。これからは連絡が来ることもあるだろう。親御さんの件は君に一任する。しっかり対応したまえ。これは人の子としての義務でもある。では行動開始だ。新宿へ向かいたまえ。
Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Compartid, dadle al like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.